こんにちは。はい。いよいよですね、7月1日にリールズリーグの最終節があるということで。よっしゃ、楽しみ。あ、これ今からウィナーズとリベンジャーズですね、はい、最終戦が、どこが見どころかみたいなのをね、なるほど。なんかこう、本番に来られる人たちに、こう、はい、ここを見どころやみたいなのを教えたら、より楽しくなるんじゃないかということで。有観客ですしね。はい、はい、あれ場所、なんていうとこでしたあれ。わからないです。俺は巣鴨って読み間違えてたけど、ちゃうとこやばい。あれ、巣鴨か。巣鴨。巣鴨。東京、千葉。わからない。まあ、調べてください。あの、出てますんで。はい。あのね、リールズリーグのアカウントの方に載ってますんで。そうですね。どうやろ、どこが。ウィナーズで言うと、まあ、今、まあ、キャプテン不在ですから、はい、誰がキャプテンになるのかとか。おー、そうですね。まあ、僕とか高木選手、茂木選手になったんで、まだこの2人になってない。青になってたけど。あ、俺テテさんに。あ、違う、リールズリーグ。あ、リールズリーグ。あ、テテさんにも確かになってたけど、合宿で。で、色気づくな梅谷って言われて怒られてたよ。俺はあの人を唯一怒らした。まあ、見どころで言うと、前回のリベンジャーズ戦で、まあ、ウィナーズ対リベンジャーズの時に僕とりょうくんがね、チームアキヒカでマッチアップして、はい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 、センスガッチャン事件ありましたね、あれ1年前くらいじゃないですか。そうだね、あれの再来が見れるんじゃない。そのコートにフェンスがあるかわからんけど、あれを見せたい。フェンスガッチャンを見せたい。やっぱりスタジアムじゃないかな、ちゃうかな。あ、違うんかな。りょうがそのポジションは今はどこで出てるん。今は左サイドバックで出ること多いんで。おー、じゃあちょっとマッチアップの経験と多分ここが一番ありかもしれない。これおもろいね。もしチームマキヒカプラムワンリベンジャーズウィナーズでも相当ね、やり合ってるから、これのマッチアップおもろいね。おもろい、マジでいいやつ。縦も中も行くしね。りょうくんもディフェンス能力上げてるから。いや、ほんとによ、これ見れるんすご。そういうのもまた一個見どころとして、やっぱウィナーズとかリベンジャーズだけじゃなくて、我々チームマキヒカとかもこう見どころとしてやっぱ見てほしいなっていうのもあるし、やっぱその鷹のいかついとことか。そうやね、もうリールズリーグ得点王争い、タツヤと大空くん、大地くんですかね。おー、でこっちは高幸選手とか。ここでは決まるもんね、得点王が。得点王と MVP も決まるんじゃない。遠見リールズリーグ得点してるで、1点。1点だけですか。で、何点取ったら。3点取ったら全然あるし。あるやん。あるわ。あるやん。全然ありますし、あんじゃん、はい、MVP も全然こっから出る、こっから。確かに確かに。俺思うね、最終節で伝説的なゴールとか、そのスーパーシュートブロックとか、はい、何かこうやっぱ残すと、やっぱ印象に残りやすい、選ぶ人が、うん、最終節で結果を残せば MVP あると思う。はい、ありますし、最終節のパンフレット我々載ってるじゃない。本当にもうど真ん中っていうこと、もうあれ伏線や。もうその運営さん側が、そう、もうこいつはチャンスですよ。チャンスの4人です。あ、チャンスの8人こう乗せてる感じで、ピックアップ選手みたいな。そうそうそう。ど真ん中やってん、我々。そうやねん、あるよな。で、今までこう俺うまいこといってない、俺らこのね、怪我したりとか。いや、ほんまや。キャプテンでうまいこといかなかったとか、こう紆余曲折、最後にバン、これあるね。ありますすんごいです。いや、それを楽しみにこう見に来てくださるお客様も非常に多いですし、めちゃくちゃ楽しみ。あれはあれか、その日に他の試合もあるんかな。あれは多分ないっぽいんですよね。あ、そうなんや。ダンテさんたちとか、ね、ゴートさん、わかんないですね。ないんか。なんかあれにはウィナーズ、リベンジャーズしか書いてなかったんで、もしかしたらあるかもしれないです。人どこや、見どころで言うと、りょうくんは点決めてないんじゃん。決めてないですね。決めたいじゃん。でも決めたいです、ね、ウィナーズ入りたい。ウィナーズ入りたいです。ここは教えたくない。例えばそのキーマンとかさ。あー、確かに、はいはいはい、キーマンはリアルな話するとマジでおばたろ。あー、おばたろうまいでね。うまいな、ほんまに。マジでやばいっす。え、俺らやった時っておらんかったんじゃん。オラ太郎やった。オラ太郎うん、一回おってんけどね。2回目おったやんな。2回目は行ったっすけど、ポジション的にセンバじゃなくてサイドバックされてたんかな。あ、サイドバックでしたね。左サイドバックやったんすか。んで、高木選手がオバ太郎、センバを打ったらヤバかったみたいな言うてた。おー、じゃあオバ太郎あるな。と高木選手のマッチアップ。いや、それとかいいやん。あとリベンジャーズって新加入多い。確かにビニー君とかね、はいはいはい、元海外でやってた選手がフォワードかな。あの大きいカールのバリーキングゲームカップルのね。スパティーンさんってお前いなかった。あ、いなかった。スパティーンさんバカ強い。
センターバック？センバー。じゃあ僕とかコーナーキックこう上がっていった時にこう身長高い同士で競り合うとかあるかもしれないけど。いや本当にね。俺ヘディング結構したいタイプなんか。コーナー。ゴールデンだっておばたろうもさ1対1のなんかやってたよね。はいはいはい。ダンジョン2連覇して。してる。こと遠見の1対1とか面白そうじゃない？うわ。確かに。それちょっと梅沢選手と亜生なんかもタイプ似てるし。似てない。似てない。似てない。非常に似てる。左利きになりたい。いや、汗に似てるとこもあるからないよ。そこのなんかマッチアップも結構ないないない。似てるとこあるよ、髪色とか得意。汗色こんな色なの？汗のマッチアップとかも楽しみですね、本当に。キャプテンやから、みんなキーマンだけちょっと言っとく。言うよ、言って。おのおのやっぱ違うと思う。うん、俺はコウジローやと思う。あ、ルアーズのここでやっと爆発するのがコウジローじゃないかなっていう。鬼のヘディングシュートとか決めたらあいつ多分もう MVP、うん、確定の。もうそれで言うと俺は俺かなっていうところで、マジで今回こう本気出したいなっていう風に思ってる。もう今までのいろんなこと気持ちすごいある。気持ちそこに向けてもういろんな練習とかコサルとか参加して上げていってるから、うん、そこで俺も爆発したいなと思ってます。もう僕やっぱ途中で入らせていただいて、うん、もうやっぱ僕がこう点取って勝たしたいっていうのは、うん、まあ、一番強いですね。やっぱ途中で入ってるんで、うん、がしかしですよ、はいはい、なんと我々この4人いけません。え、7月1日ですね、マキヒガカップという、まあ、いつもやってる世界を平和にする世界を平和にするイベントが、はい、かぶってまして、そちらの最終施設いけません。マキヒガカップ4月からやること決まってました。ずっと NGB 出してましたなのに7月1日で開催するって言われましたまあ行きたかったですけども、最初ね、みんなでやりたかったんですけども、あのたまたまこうスケジュール合わなかったんで、僕たちを見に来たいっていう方がいたら、もしそれね、嘘ついた嘘はつきたくないんで、僕たちはいません、はい、ただ一緒に戦っております。気持ちはもうそこにありますから。僕たちは体は茨城県にあるんですけどなのであのね、楽しくサッカーを楽しもう。ありがとうございました。ちょっと最後に一言いいですか、うん、マキヒカカップの方見に来てください